はい、皆様おはこんばんにちは。おついちゃーゲラルトです。それではおついちのウィッチャースイワイドハント、血塗られたビッシュ、続きをプレイしていきたいと思います。前回の続きからですね、モロー教授の研究所から研究室から出るということで、こっからでいいんだな。出口ここだもんな。一応取っとこ。はい、 OK。 これでクリアになるのかな。はー、よし、クリア。 OK、 これでとりあえずあれだな、イエネファーに怒られることはないね。よし。で、このイエネファーの手紙ってあれなんですね、U コードとかで変わるらしくて、トリスからね、手紙を届く場合もあるということなので、ちょっとびっくりですね。まさかそんなとは。で、ちょっと宝箱を、拝借します。よし。で、スチームコントローラー使ってたんですが、お役ごめんになりました、1回でね。ちょっとね、ウィッチャーとか、あとはね、アクションゲームにはね、あまりこう、正直向いてないですね。あの、FPS とかはもしかすると、向いてるかもしれないので、あの、ホームフロントとかは、ちょっともう一回試してみたいと思いますが、ウィッチャーに関しましては、いつも通りね、Xbox コントローラーでやっていきたいと思います。やっぱこのコントローラーが一番使いやすいね。何においても。そんな感じがします。ああ、下にもあるな、まだ。まあ、あんまり戻ってくる場所でもないだろうから、取れるもんは取っておきたいな。OK。あ、頭蓋骨しかないのかい。よいしょ。OK。おー。本がいっぱいあるよ。フローレンスだよ。これで一通り取ったかな。一回上がって、ただ、あの、奥の入り口は、鍵がないから、あれを探さないといけないですね。あ、まだ1個あるな。私が取り忘れだと許さん。こっち行って、さあ、取る。オッケー。あ、ここにもあるじゃん。オッケー。この周りすごいな。宝の山だ。お金をね、やっぱり少しずつだけでも稼いでおかないと大変なことになりそうなので。よし。出た。今回はどうしようかな。クエストを、サイドクエスト。お、ホタルだ。あー、そうね。あの、本間さんが言ってましたけども、夜ね、ホタルが出るらしいんですがって言ってたんですが、ホタルが出るんですよって言ってたんですが、ホタル出ましたね。ファイアフライね、綺麗ですね。こういう景観も非常に素晴らしい。その奥にドラウナーが見えるのがね、こう、あ、ウィッチャーの世界だなと思いますけどね。見てくださいよ、このホダルにの奥にそびえ立つね、トゥさんの城、いいですね。絵になりますね。まあ、なんてことを言ってないで、今回の、クエストは、よいしょ、サイドクエスト。あー、いっぱいあるな。どうしようか。まあ、一個ずつ受けていこうかな。メインクエストは、まあ、メインクエストにしておいて。ウィッチャーへの依頼もあるからね。サイドクエストをちょっと、なんか、いくつかやっていきたいと思います。メインクエストが進んでしまうと、サイドクエストを受けられなくなったり、失敗してしまうものもありますので。雇われの騎士、公爵の秘書官のところに行き、契約の詳細を聞くということで、公爵の、ところに行きますか。秘書官のところに行きますか。あ、ローチ呼べるようになってる。あれかな、一回家に行けば呼べるようになるのかな。前回ね、全然呼べませんでしたけどね。行くよ、ローチ。ここに橋があるんだな。で、こっちに行きまして、メルラシューズロングの墓地、あれかな、レジスがいるところかね。ほら、行け、ほら、行け、行け、行け、ローチ。秘書官のところまで行くんだ。あ、もしかするとあそこにファストトラベルあったかもしれないな。まあいいや、馬で行こう。よいしょ、ここ上がりまして、で、こっちだね。場所の確認だけしとこうか。
あ、この先の町だね。オッケー。こっから上に上がれんのかい？あ、違う、こっちじゃないね。こっちだ。で、下がりまして、あ、朝焼けだ。で、町に入ると。町に入ったぞ。で、公爵秘書官だから、あー、ファストトラベル解放したな。で、まだね、受けてないクエストいくらでもありますので、まあ消化しつつ、サイドクエストを消化して、メインクエストをちょっとやって、またサイドクエストをやってみたいな感じで繰り返してやっていきたいと思います。とりあえずその追加されたサイドクエストは、まあなるべく全てはね、実況の方でやっていきたいと思いますけども、今までもそうしてきたのでね、まあ多分100は余裕で超えますね、今回のね。もう91話目ですか、今ね。91話目ですので。よいしょ、いいじゃないか、ワインだらけで。羨ましいね。私はお酒があまり飲めないけど、ワインは好きだよ。白ワインが好きですね。まあ、白ワインが好きだって言うと、ヌーブかって言われそうですけどね。白ワインが大好きです。OK、ここか。降りて。あの怪物を倒せるのはウィッチャーしかいない。そうだ、俺しかいないぞ。ここかな、こんな開け方にいるのかい。失敬します。うわ、すげえな、なんだこれ。公爵家、あー、あんなヘンリエッタと、はいはい。その隣があれかな、亡き夫、元当主かな。当主というか王というか統治者か。また資質が旺盛じゃないか。悩んでますね、秘書官。こいつだね。チェイス。こんにちは、英雄殿。私はラファエル・ド・スルマン、公爵用の秘書官です。はい、どうも。ゲラルト、ここでは何をしている？報酬をお渡ししています。あほ？何のだ？騎士たちは街道をさまよい歩き、盗賊や怪物からトゥサンを守る。これらの苦労に対して妥当な謝礼を払うのは適切であり、公正です。悪質な武装商人団の壊滅に成功したり、同胞の騎士を危機から救ったり、捕まった商人を助け出したりされた場合は、私から報酬をお支払いしますので、お忘れなく。ああ、武装商人団って言ってたね。ものすごい数いるらしいけどね。騎士に払う金はどこから出る？高校かな？気になるんだが、そういう支払いの資金はどこにある？もちろん国庫です。国庫か。高潔なるアンナ・ヘンリエッタ公爵閣下は勇気と無視の愛国心に重きを置いておられます。いかなる騎士も賃金を得るようにとの公爵閣下のご命令で失礼、ご命令で公爵領の治安と秩序を守るための尽力に対する給付金をお支払いするのです。なるほどね。おう、グエントで勝負しないかってあるけど、久しぶりにグエントやろうか。おお、かけられる額が増えちゃる。50。もしかしてグエントがやるか。やるんだ。よし。おお、相手はニルフガードか。そうだね、ニルフガード領だもんね。ニルフガードは、おとりがあると嬉しいですね。あー、素晴らしいですね。トリス、まあ変える必要ないかな。これでいこうかな。はい、これでいきます。あなたのターン、置きます。2枚引きます。ほほう、はい。こっち2枚持ってるからな、これとりあえず置いちゃおうかな。3枚手札に持ってるともったいないからね。ほうほう、じゃあこれ置いて、さらに2枚。私のターン、どうしよっかな。相手があまり、おお、使わないね相手。
やるな、トリスメリゴールド。あー成功法で来るな、意外とだな。結構あの情報カードを使うかなと思ったんですけど、意外と使わないっすね。どうしようかな。とりあえずこれだけ出して次の手で期待したいが、あー来たよかった。はいはい。で、これをおとりで自分の手札に戻し、あーいいですね。でこれも手札に戻し、はい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 、どうしようかな。まあどうせあれなら来た、まあそうなるよ。あそっち出す、前に出せばよかったものを、どうしようかな。もう一旦出そうかな、もう一個出しちゃおうかな。で2枚引いちゃおうかな。 OK、 パスした、パスしちゃいました。じゃあ私のターンですね。はい、まずこれを使います。はい、49まで減りましたね。でおもむろにこれも出します。あー来ましたね。で、さらにこれも出しましょう。はい、手札がどんどん増えていきます。で、そうね、10出せば勝ちだからこれを出して、ヒーローカードは、環境に影響しないので、これで私の勝ちでございます。いやーグレート面白いね、久しぶりにやるけど。出たさあさあさあどうしようかね。とりあえずこれ置こうかな。どうする敵さん、あと4枚しかないぞ。私は残り9枚ある。おお、ショート作戦持ってるか、素晴らしい。じゃあもう1回これ出します。あ、それで何を復活させる、ザラかで2枚引くわけね。やるね。そしたらだ、4枚でしょ、いけるんじゃないのかなと思うが、3で、システム、なるほど。で残り相手は2枚だな。こう出すと、ああ10を出してくる、素晴らしいじゃないか。で10が出たところで私は、仕事作戦であなたの10はなくなるわけだ。鬼。おでまたさらに2枚引く、いいね、やるね。若干あれかな、強くなってるかな。まあこうしようかな。はーい、おやる。ただ36対19、私はゲラルトを出して51。おさらに出すか、ほほー、どうしようかな。一応出しとくか。で私は手札はないよ。はいはい、出したところで私の勝ちだ。 OK、 素晴らしい勝利。カードもらえんのかな。あ、ブラン王もらえたぞ。これ新しいスケリッチのやつだね。お、グエント、スケリッチ心にあり、グエントだね。詳細を聞くって言ってるんですけど、何か売ってるようだな、見せてくれるか。書物を見てみたい、売る気があるものという意味だな。おお、書物だ。あー、読んでない書物がこんなにいっぱいある。全部買う、はい、全部買います。読んでないやつは全部買います。
本を読むとですね、中にはその図鑑で敵に対する弱点が分かったりですとか、あとはまあその話のね、補足なんかも本編のね、補足なんかも入ってたりして非常に面白いので私は本を読んでおります。結構ね原作にのっとったね内容が書かれてるやつとかあったりねしてるんで面白いんですよね。見てるとあこんな話もあるんだみたいなね。 OK 全部買った。おー相手お金いっぱい持ってんな金いっぱい持ってんなあれ。なんか売れんの。まあいいや、後で売ってやろう。最近読んだ本でダブってるやつは全部売ってやろう。一応ね本はね全部取ってあるんですよ。1冊ずつはね。だから全種類今のところ揃ってる感じになってんじゃないかな本は。ええ、さーてと、まあこんなもんだね。失礼する。じゃあまた会おう。いや、まあまた会おうじゃなくて、ショッカーにだね話を。はあ、何これ。秘書官と交わした契約を遂行する。あれ契約書なんだ。15個もある。嘘だろ。本当にびっくりした。今マップがこうクエストだらけになったわ。一応本読んどこうかな。どこだっけ、この下か。よいしょ、この下。まあ後でね内容はもう一回詳しく見とくとして、なんか追加されるものは全部読んどこうかな。ほらこうすると新規登録でムカデの弱点が知れたりとかね。あこれでこうやって読めるんだ。うわーすごい便利。これなんだ、何かが入ってたんだな。アーチスポア、あーアーチスポアなんかもあるんだね。ヘルハウンド、ほうほう。トゥサンの住、トゥサン住民の不思議な習慣。とりあえず全部読もうか。怪物図鑑がどんどん増えてくね。いいね。で怪物図鑑を読むとその怪物に対して効くオイルとか、爆弾とか、インとかね、サインとかが分かるという感じですね。おおすげえ増えてく。これで全部かな。 OK。 まあ内容は後で見ておきます。相当だけしといて。よし、さーてで、ついに過ごすことが最も美しい悪徳の女神ならば、なんだ、ただふざけ騒ぐことこそが最も素晴らしいことなのではないか。すげえ生かしたおっちゃんが歌ってるけどね。こんなにあんの。ちょっと見てみようか。うーわ、あうーわすげえうわすげえ。何？あ、未発見の場所とかがあるのか。それを一からやってけってことなんだな。はあ、これは、でも、とりあえず道すがらにやってけばいいんじゃないの？これ。ダメなのかね？ちょっとこれを一個ずつやってると、これ終わすだけで2話分ぐらいかかるけど、いいのかね？ちょっと待てよ、他にクエストないかな、ボークレル野生の王国と、野営地で商人に会うと。ちょっとこっち先ね、ちょっとちょっといくらなんでも数が多すぎだわ。びっくりした。あ、違う上だ。聞きもあわがすげえいっぱいいるんだな今回。怪物がすげえ量増えてる。怪物図鑑に野営地商人たちに会うで、距離が、あ、相当離れてんな。これファストトラベルしないとダメだ。ファストトラベルできんのかそもそも。あー、ここまでファストトラベルしないとダメだな。クーパーモンからファストトラベルしようか。血液のようなものだ。
やつさん広いな。そしてまた入り組んでるな。これまた覚えるのも大変だ。まあおいおい覚えていきましょう。いいですね、新しいマップってやっぱすごいね。これ作るんだもんな、ダウンロードコンテンツでこれ作るんだぜ、すげえわ。で、ここだから一番最寄りはこちらだね。 OK ロッチ、よし行こうだ、行こうか、行くぞロッチ。ボークで野生の王国っていうぐらいだから、なんかあれかな、怪物退治っていうよりかは獣退治かなんかなのかな。割とクエストレベル高いんでなかなか歯応えはあると思うけどね。クマかな、結構な距離だな。でこっちに行ってこの先だ。なんかあるぞ、なんかいるぞ。もっとゆっくりでいいぞ。なんだあれ、なんかいねえあれ。ちょっとあそこにさあ、いや守られたぞ。いやなんかいるだろあれ、なんかいるだろあれ、なんだあれ。ちょっと待って、こういう時こそ大百科の先ほど、吸血鬼じゃねえな絶対、昆虫種かなんかじゃない。あ、違う。獣？ヒョウがあって、飛竜種があって、なにこいつ！やばい！すげえのが、すげえのが追加されてた。呪縛生物。あ、これだ！アーチスポア！花みたいに見えるぞ。汚くて気味の悪い花だな。うわぁ、気持ち悪い。何が効くのこれ。自爆生物のオイルとアードとイグニ、あ、燃やすかどうするかみたいな感じか。へえ、ちょっとやってみようかな、ちょっとやってみようかなっていう時点でね、あれですけど。自爆吸血鬼だな。自爆どこだ。ああ、そう、飛竜種とね、自爆だけがねまだ上質なんだよね。光景取ってないんだわ。で、さすがにちょっと1時間寝るんだわ。で、補充するんだわ。おー、いっぱいいる、いっぱいいる。おー、何あれ、何あれ。あー、なんかほいほい。おー、すげえ量。違う、これ本体じゃねえ、こいつは本体だ。ほいほい。あー、いった。最高。ダメだね、これは本体多分やんないと。あー、なんだこれ、ちょっと待て、なんでこんな減ってる。ほっ、あれ爆発するのかな、もしかして。ほっ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 ほい、ほい、オッケー。うーわ、気持ち悪い。なにこいつ。はあ、ビオランテみたい。アーチスポアジュース。はあ、怖いわ。ちょっと待って、あれなんでダメージくれたんだ。ちょっとよく読んどいた方がいいなこれ。呪縛なんだ。アーチスポアさんは巨大で見た目でひどく不気味な鼻の姿で、はいはいはい。猛戦ゴケと見比べて、はいはいはい。アーチスポアだとされている。ほん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 。緑と紫、最も危険。4種類のアーチスポアが発見されており、はあはあ。茶色、茶色が最も危険が少ない。はい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 。緑と紫がかなり危ない。はい。で、最後の一種はバンアルの魔術師が栽培したと言われて、黄色のアーチスポアって今のじゃねえかよ。はあ。で、最も危険な、最も危険な紫のアーチスポアである。はあはあ、色には関わらずアーチスポアの高いが共通している。力の強い顎のような形をした歯で攻撃する。はい。
獲物がこの歯の攻撃範囲内にいない場合は腐食性の酸を噴出する。はい、この液が体のどこかに付着すると強い毒を受けたかのように症状に苦しめられると。おー、なるほどね。4種類いるんだ。やば。あ、そりゃやられるよ。だって俺だってやられそうだったもん。傷を負った時点では息があった。その後の出血が死因か。お、優雅な筆記用具で記された命令。これは何だ。もう一度失敗してみろ。今度こそその染みだらけの尻の皮を剥いでやる。明日は、テシャムムナの深場から次の一段を持ってくるんだ。コロナータのまた別の場所に送り込んでやる。ただし遅れるなよ。川のブドウ園、川の向こうのブドウ園にいる仲間が鍵を持っているからな。 V。 お？あ、これでまあ一応クリアにはなったんだな。これ何？白い恐怖に注意。危険区域立ち入り禁止。何これ。生命や財産の損失があればボーヒス・サルバレス伯爵が保証いたします。依頼には白い恐怖とあったはずだ。同じ怪物に困っていたのかもしれないな。ほう、あ、これなんかの依頼のやつか。ウィッチャーの依頼でもしかすると後で来る予定だったのかもしれないな。先に倒してしまった。お、いっぱいあるぞ。オッケー。いや、いただきます。あー、どうもどうも。おー、いいね。オッケー。あとはないかな。取りこぼしはないかな。よーし、行こうか。あ、ここにもあるね。あー、食料も増えてるね。イチゴとかあるわ。あ、ここにもある。オッケー、全部かな。いや、こっちにもありそうだな。お、な、これは、これは、いや、この剣あたりをこうね、少しかっぱらってこう、ハットリにでも売ればかなりの額になるわけなんだが、そういうわけにもいかないのか。いかないな。まあいいや、とりあえず行こうか。いやーし、びっくりした。ああいうのもいるんだね。怖いね。あんなの、アニシャ君大丈夫かね。あんなのと、大丈夫かい。頑張ってくれたまえ。で、次行きましょう。さあ、どんどん行きましょう。あー、さっきの張り紙がいっぱいあるな。白い恐怖っていうやつ。三交易所、サントゥール渓谷。野宿の跡だ。無人だが、あちこちの傷跡はまだ新しい。直前まで誰かがいたようだ。とにかく辺りを調べてみるか。あー、襲われてるんだ。襲われた後だ。あ、クマですね。完全に争った形跡。何かの足跡。大型の怪物だ、間違いない。だがこの場所にしかついていない。つまり空から襲われたのか。いや、あ、クマじゃねえのか。なんだこれ。こいつは人間。失血死のようだ。大型の怪物による傷だろう。爪痕を見れば明らかだ。裂けた喉の傷だ。大きな口と鋭い牙を持っていることが。クマは飛ばねえしな。飛竜種だが、バシリスクか。しかし足跡の形は今まで見たことのない種類だ。どれとも微妙に違う。読む。おお、普通にクエストが進行した。誰？この辺りは危険だぞ。近くにバシリスクの巣がありそうだ。近寄らない方が利口だろう。おお、この辺りにはバシリスクが巣を作っている。よく知ってるとも。私が世話をしているんだからな。何？世話だと？ペットの話はしていない。ここを通る人々を殺している怪物だぞ。それは違うな。縄張りに入った人間以外は誰も殺してない。飼ってんの？あの標識はお前が出したのか。そうだと。誰も危険な目に遭わないようにな。役に立つ標識だな。まさにこの場所で人が無残に殺されているんだな。商人だろう、気の毒な奴だ。
ちょうど今日、二人の貿易商が標識を無視してこの道を通るつもりだと聞いてな。注意してやろうと急いで駆けつけたんだ。遅かったが、後の処理は使用人に命じてある。遺体を回収し、十分すぎるほどの保証金とともに遺族に届ける手はずだ。なんでそんなことしてるのよ。はあ、何者だ。知ってることを全て話せ。お前は何者なんだ。なぜそこまでしてその怪物にこだわるんだ。ボーヒス伯爵だ。お見知りおきよ。あ、どうも。怪物のことだが、あの亜種レグルスプラチナムは我が伯爵家のシンボルなのだ。何百年も前からサルバレス家の紋章を彩ってきた。はあ、我が家に伝わる伝説では、ある祖先が少年の頃にあの怪物のメスによって燃え盛る家から助け出されたという。怪物は彼を巣に連れ帰り、まるで我が子のように食べ物を与えて世話をしたそうだ。荒唐無稽だな。そう、荒唐無稽だが美しい物語だ。ははーん、それで飼ってるわけ、一族でね。そいつが現存する最後のバシリスクだとでも。まさかそのバシリスクが最後の一匹だとでも言うつもりか。亜種の中では最後の一匹だ。昔はもっと多くの仲間がいたのだがな。それもブナの森がなくなるまでの話だった。ブナの森が減ったこととバシリスクの数が減ることに直接の関係があるのか。直接ではなく間接的な関係だと言わせてもらおう。ブナの森はノロジカの主要な生息地だ。そしてノロジカはバシリスクの主たる餌だ。なるほど。ノロジカが減り始めるとバシリスクは主食を人間に変えた。人間はウィッチャーを呼んだ。その結果があのたった一匹生き残った個体だ。あれはメスで、つい去年までもう一匹いたのだが、今はイオカステしか残っていない。イオカステ。名前がないとでも思ったか。父が名付けたのだ。惜しまれつつ世を去った母の名を取ってな。当時はまだイオカステも卵の中だった。卵は二つあったが、巣立ってすぐに死んでしまった。犠牲者の遺族に金を払ってるのか。お、犠牲者の家族に保証金を。なぜだ。この一帯の土地は何十年もの間我が一族の領地だった。アデマルタ公爵から廃業した土地だ。バシリスクは領地の外へは出ず、外では狩りも殺しもしない。攻撃された時以外はな。それでも彼らが人を殺したり何かを壊したりした時は私が保証する。私費を投じてな。はあ、どれほどの私費を投じれば怪物に引き裂かれて死んだ息子や夫を家族に返してやれるんだ。もちろん死者を蘇らせることなどできない。だが彼らの愛する者には相応の額を支払っている。昨年の夏には革細工職人の未亡人に800クラウンを渡した。今回の不運な商人の家族も正当な金額を手にするだろう。まあ皇帝からの賞金が2000クラウンとすれば、まあ800クラウンは高い方ではあるけどね。まあそれでもね、野良話にしておくわけにはいかないでしょう。さすがに、まあゲラルトはね、あまりこう何でもかんでも怪物は死に殺したりはしませんがね、こう実動的な被害が出ている限りはね、やっぱり退治しないといけないと思うんだよね。そのバシリスクはどこにいるんだ。バシリスクの巣の場所の見当はつくか。もちろん場所は知ってる。だが教えるつもりはない。その2本の剣が飾りでないことも目的も分かっている。では自分で探すしかないな。特徴的な足跡をたどれば簡単だろう。商人は2人いたと言ったな。あと1人の死体もみちみち見つかるかもしれない。なんだ。銀のバシリスク。二人目の犠牲者についてより詳しく調べる。多分さ、さっきのさ、なんだこれって言ったやつじゃないの。どれだっけ。これ
あ、違うな、足跡が違う。まあ、これに似たようなやつなのかな。ほー、銀のバシリスク。ゲラルトはどんな時も存在しないものを見ることを好んだ。吸血鬼、人間の思いやり、そして学者も知らないバシリスクの種の最後の一匹。ないと思われていたものがそこにあるのを目の当たりすると、彼の心は大きな欲望に満たされるのだ。だからこそ彼は一見平凡なこの依頼に興味を惹かれたのだし、それは実際に非常に興味深い仕事だった。絶滅寸前のバシリスクの一種、レグレスプラティナムの現存する最後の一品に関する依頼だったのだと。課外行動だね。まあバシリスクだからね、毒を吐くからね。あれですね、バシリスクっていうとよくね、目を見ると石化するって言ってるけど、ウィッチャーの世界ではそういう話もあるけど、実はその毒で、麻痺ってね、こう体がうわー動かないっていうのがこう石化するのと同じようにこう語られてるんだよっていう風な話がありますね。よいしょ。だから輝き小鳥は確かにもう必須ですな、もし強いんであれば。何レベルのかが出てくるとかは分からないけども。あ、ここになんかある。この火傷のような跡は奇妙だな。怪物の毒で焼かれたのか。その足は毒性が強いようだな。その通りだ。高貴なバシリスクにつけられた傷は簡単には治らん。その毒を中和する薬を作らなければ。ああ、なるほど、薬作りからか。バシリスクの鱗は普通これよりずっと分厚い。これほど繊細では普通より火に弱そうだ。残念ながらその通り。イオカズでは極端に火を恐れる非常にデリケートな生き物なんだ。彼女を殺すなどという考えは捨ててくれ。最後の一匹を殺して種を絶やすことになるんだぞ。これだから気づくわって感じだけどね。怪物の毒で焼かれたのか。その足は毒性が強いようだな。いちいちこう口を挟んでくるね、この人は。まあ自分がね、守ってるものを殺されるってしまうかもしれないんで、気持ちはわかるけどもよ。割れた樽、中身はあたりに撒き散らされている。皮を舐めすためのタンニンが入っていたんだ。怪物が樽を壊した。その時に鱗にタンニンの匂いがついたわけか。イオ姫は好奇心が強い。中でも特に強い匂いには目がないんだ。彼女はその樽に惹かれて商人たちのところへやってきたんだろう。なるほどね。が割られ毒液まみれだ。襲われた証拠だな。バシリスクはここで2人目の犠牲者を捕らえたようだ。毒液とタンニン、2つの匂いを見つけた。怪物の居場所は分かりそうだ。なぜ彼女を見つけようとする。イオカズでは保護動物だぞ。彼女が死んだら生態系が破壊され永遠に元に戻らない。何が起こるか誰にも分からない。とんでもないことになる。怒らせなければいいだけの話だ。お前が傷つけようとしなければ彼女も攻撃してこない。以前からずっと人々がわざと荷物に匂いをつけている疑惑があった。バシリスクを引き寄せ荷物を破壊させて保険会社に保険金を請求する目的ではないかと。もうどっちの言い分ももう荒れすぎてっていうまあでも襲ってくる時点でな、ダメだろいくらなんでも。それだったら、お、釜山騎士の競技会鎧。そんなのあるんだね。はい。さてと、ではウィッチャーセンスを使い、バシリスクの跡を追うってことなので、ああここあるね。匂いが、匂いが、ウィッチャーセンスが、ウィッチャーセンスがこっちだと告げている。どこ行った？あー、こっち。来てる。来てる。ウィッチャー先生が来てる。こっちこっち。はい。こっち行って。来てるよ。来てますよ。お前も来てるのかい。どこまでついてくつもりだ。匂いはあったあった。チリチリになっているのだ。バシリスクは上空にいるな。結婚だ。一目瞭然だ。探してるよ。こっち行って、こっち。
ほう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 、足跡がついてるね。怪物に支配された地域？あ、後ろか。まあいいや、とりあえずこっちが優先だね。足跡があって、あ、似合いも出てきたけど、あー、2人目の犠牲者がいますね。予想通り2人目の犠牲者だ。だが傷は比較的浅い。バジリスクが後で食べようと巣まで持ち帰る途中、何かがあって落としたんだろう。何があったのか。何があったのか。何があったんだ。なんだ。樽職人組合の依頼、読みます。ガストン様、樽入りタンニの輸送経路計画に関するお問い合わせの返答として次の通り確認いたします。ギルドが認める正式予定は今でもサルバレス伯爵の所有地を通過します。役員会としては従来の道筋を外れる理由はないと考えます。伯爵は白い恐怖による、最終的損害の全てを補填すると保証 していますので、たとえ積み荷に全部が破壊された場合でもギルドが、金銭的損失をかぶることはありません。あー、じゃあやっぱり伯爵の言う通りあれなんだね。結構ギルド的にはそのここを通っちゃやばいみたいですけど大丈夫なんですかって言っても、まあ大丈夫大丈夫、あの全部補填してくれますんでみたいな感じで通してはいたんだな。あー、なるほど。となると話はちょっと変わってくるかもしれないよ。これ完全に人的要因の方が強くなってきたぞ。これはそれでどこだ、なんだ、なんか聞こえるぞ。何か聞こえるが、なんか聞こえるね。バシリスクの金切り声じゃなさそうだ。人間の声か。人間の声、誰だ、ギルドの連中。ほう、あ、コルボピアン号に砥石が追加された。あ、ありがとうございます。なんか追加されたみたいです。クリーンフリット団、クリーンフリット団じゃん。よう、え、いる。ジャムはウォーリー、装備を確認しろ。怪物はどこかをうろついているようだ。誘い出さないと。あ、誰だお前は。奇遇だな、同じことを聞こうとしていた。我々はクリンフリッド団。おお、クリンフリッド団だ。クリンフリッド団、まさかドラゴンハンターたちか。そうだが、なんで知ってるんだ。それに答えがまだだ。お前は誰だ。クリーンフリット団ってもうそうですね、ビッチャー3だとね、私がよく使ってるグエントのテメリアの、間接攻撃のね、人たちでも出てきますけど、ウィッチャー2で出てきてますね。最初の序盤にね出てきたんですけど、クリーンフリット団って言ってね、3人組とあと新米がいて、でその新米がね、初めての戦争かなんかで怯えてたんですけど、まあお守りをその持ってるんですよ。戦争、これを持ってればその戦争に出て死ななくて済むっていうのね、そういう験担ぎでお守り持ってるんですけど、それをウィッチャー、まあ、ゲラルトに対して、お、新米がこう言ってんだけどそのお守り効果あんのか、お前ら魔法の力とかよくわかるんだろうっていう風に言われたんで、まあ、その新米に対してそのお守りは持ってろというふうにゲラルトが言って、まあ、結果的にはね、助かりまして新米がね。でその後ね、ゲラルトがまあちょっと冤罪で捕まっちゃった時に逃がしてくれるんですね。それで助けてくれるんですけど、その時に関わったのがクリーンフリットなんですね。いやー、出てくるんだ。まあ3人は出てこないけどな、変な頭の3人組な。リビアのゲラルトだ、共通の知り合いがいるようだな。リビアのゲラルト、ウィッチャーだ。ボホルト、ケネット、デスブルート、それに新米とは顔なじみでね。新米、まだ新米って言われてるんだ。お前が噂のウィッチャーか。ボホルトから聞いてるぞ。剣の腕がすごいんだろ。まだ生きてんのかあいつら。悪運つきねえな。専門家か。いいところに来た。あの化け物を一緒に退治しないか。奴の毒液は最悪に厄介だ。後ろから来たぞ。もう一人仲間がいれば心強い。ギルドから受け取る報酬はきっちり山分けにしてやるぞ。あー、なるほどね。胸の痛む話はやめてくれないか。イオカステを殺す気か。やめるんだ。あれは保護動物だぞ。お前は黙ってろ。話がややこしくなる。報酬が惜しいなら私から払おう。
怪物に手出ししない謝礼として2倍の金額をな。滅びゆく亜種の最後の一匹を切り殺すなんて恐ろしい罪だぞ。金を払うってのか？何もしない代わりに？そりゃ面白い。あんたはどうだ、旦那？聞いた話じゃ、あの怪物は人間を次々に八つ裂きにしてるそうだ。ああ、そう。いやー、でもこれな、確実にギルドがな、殺さない。今はバシリスクを殺す必要はないだろう。ウィッチャーが怪物をかばってるぞ。こんなの見たことあるか？奴らが好きなのか？ああ、害獣退治はお預けか。でも、なあ、さっきの金の話は本当か？くれるって言ったよな。おお、言った。言ったからには。あ、ちゃんと払うのか。払わなかったらこいつをぶった切ってどうだよな。ウィッチャー、お前の分だ。あ、俺の分もあんの？サンキュー。こんな楽な仕事は初めてだ。元気でな、ウィッチャー。変な短い仕事だったが楽しかったぞ。いやー、一緒に戦いてがあったっていうのもあるけどね。いいよ、かつてを見逃してくれてありがとう。彼女はもう誰も食わないように手を尽くすと約束しよう。もっと有効な手を打った方がいい。誰もこの地域に入れないようにな。頼むぞ。その通りにしよう。ウィッチャー殿にはもっと多く受け取ってもらいたい。君がいなければ、あいつらが私のイオカステを切り殺していた。まあこれ以上の金はいらないから、それで柵でも作ってくれ。本当にこれ以上は必要ない。その金はお前のペットに殺された者の家族にやるんだ。気高いことだ。その言葉を心に留めよう。十分から飛び立ってしまう。反省してください。危険を察知したんだろう。おそらくそのうち戻ってくる。戻ってくるとも、いつもそうだった。それに行き先の心当たりもある。彼女の行動を追ってみたが、どうやら恋人を見つけたようだ。銀色ではない普通のバシリスクだがな。それでももしかしたらイオカステが卵を産めるかもしれない。何が起こるかはわからないぞ。後輩によって新しい種が生まれるかも。それは困るな。では。ボークレール野生の王国、まあ、結局見れなかったけどね、銀色のバシリスク。まあでも完全にギルドの方がね、このもう分かってたからね、絶対。だからわざとあそこに通らせて、その伯爵から保険の担保証を取りましょうって言って言いつつも、後ろの方ではクリーンフリット団をね雇って、怪物退治をしようとしてたという感じですね。まああの人がちゃんと反省してるんでいいんじゃないですかね。ちょっとね、銀のバシリスクは見てみたかったけどね、どういう強さを誇るのか。まあニューゲームがあったら次は戦ってみようかな。まあでも一応ね、いつも言ってますが、ウィッチャーの仕事はね、怪物を狩るのがお仕事でございますが、その調子だ、ロー、人間にね直接害を与えないとか何かしらの事情があるのであれば、何でもかんでもこう殺すのがウィッチャー、まあ特にねゲラルトではございませんということですね。道理の通らない殺しはしないのがゲラルトでございます。はい、ということで次行きましょう。次、そういえばなんか家になんか届いてたな。家どうなったんだ。そういえばクエスト、サイドクエスト、我が家にマスター場所なし、これだ。ちょっと行ってみようか。なんか届いたって言ってたからね、砥石が届いたとかって言ってたけど、ちゃんと届いてるんかね。なんか聞いたところによるとね、なんかそのちゃんと改装中に改装してるシーンというか、ちゃんと改装してる状態になってるって言うんだけど、ちょっとそれ見てみたいんだよね。
この辺ないの？ファーストトラベル。ファースト、あったあったあった。ほら行け。コロナータブブドウ、コルナータブドウ園。コルナータブドウ園だね。コロナータブドウ園ね。から何言ってるんだ俺は。コルボビアンコブドウ園で行きます。はい、着いた。いやーローチが呼び寄せようとはよかったな。で、あっ、ほんまだ、ほんまや、本当だ、改装してる。あ、しかも職人がちゃんと仕事してる。すごいね。あ、ごめんね、すいませんね、うちの我が家の改装に来ていただきましてありがとうございます。本当に、なんかどうなってんだろう。あ、中でも作業してるよちゃんと。マジか。ペットとかは、あー使えないんだ。あー、でもちゃんと塗ってるね。へえ、すげえな、こんな細かいとこまでやるのかよ。どうも。改装はうまくいっているか。もちろんでございます。ご注文の家具が到着しました。あ、そういえばグエントできんだよな。グエントやるか。 BB BB にやってるし。まさかそれを聞かれるとは。若い頃はかなりやり込みました。お、いいね。ですが大昔の話で、今は収集の方に趣味を絞ったんです。相当な数のデッキを作れるようになりました。マジか、カードいっぱい持ってんじゃん。お、面白そうだ。どんなものか見せてくれるか。お見せするのは使う時だけです。お手合わせいかがですか。いいね BB、 やろうか。真剣勝負だ。真剣勝負か。特に相手にされたい派閥はございますか。おお、選べるんだ。ちょっとスケリッチやってみたいな。スケリッチどういう手札なのか知りたい。スケリッチが一番似合いそうだ。結構です。デッキの強弱はどれくらいが行うでしょうか。あるんだ。最強、最、そこそこ、最弱。まあまあまあ、いきなりこう最強のデッキ当てられても困りますんで、まあそこそことして、そのスケリッチデッキのね雰囲気をつかみたいですね。そこそこ、うん、じゃあそこそこので頼む。それが公平だろう。かしこまりました。では始めましょう。ってことは、全部でかなりの枚数もらえるのかな。まあいいや、とりあえずやろうか。はいはいはい。これいらない。あ、いいね。あー、それはないわ、それはないわ。引いて出てまた同じの来るとか。わー、やばいなこれ。あっそう、あ、そう、どうしよっかな。とりあえずオーディム読むか。はいはい。わあ、セリス出してきた。セリスなんだ。嘘だろ、バカか。バカか、このカード。マジで言ってんの。まあ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 、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、こうしよう。はいはいはい。お前いきなり46とかパスしあった。あ、オッケー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 、よしよし、いいぞ。これでドーン、よし、これ1ラウンド目は勝利だ。うわー、ここでオーディム引いてくるか。そいつはせちがらいね。オーディム出して、何それ。あー、光栄か、船になってるんだね。相手6枚なんだよな、微妙。しかもこっち手札ほとんどねえし。うわ、えぐ、うわ、えぐ。24だろう。このまま行って勝てるかな、勝てるかな。例えばこうなると、
うわ、えぐえぐい。いやいやいや、パスしよう、パスしよう。オッケーオッケー。はーい。はーい。なんですのそれ、マジで言ってんのか。速攻で銃に持ってるよ、あの人たち。うわー、やったー。これなんだっけ。俺、工場ユニット10以上の時、敵の最も…あー、これ使えばよかったな。まあいいや、とりあえず C 出して、はいはいはい、まあ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 、枚数は多いがなんとかなるかもしれない。相手まだ、相手もう 2枚だしね、どっちにしろね。わ、ダンデリオン、わ、ダンデリオン、あ、俺もダンデリオン。何それ、は、何しはりましたん今。あ、じゃあこれエベレックのカードね、手に入れたんだよ。お、パスしたぞ、やった、危ねえかった。スケビッチ怖え。うわ、スケビッチ怖え。祝福いたします。続けられますか。いや、まあ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 、とりあえず後にしようか。後にしよう、今はやることがある。仰せの通りに。失礼する。ありがとう。そろそろ仕事に戻らないと。また後でな。はあ、うん、あれを取ってこい。スケリッチスタイル怖いな。こう全体的にこう天候カード持ってないとちょっと危ないかもしれないな、これ。はい、じゃあま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 あ、とりあえず今日はこの辺で終わりにしましょう。また、次回自宅から、やっていきたいと思います。次回はあれですね、多分改装完成するんじゃないですかね。 2,3 日って言ってましたからね。はい、また、次回この家がどうなってるかお楽しみに。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次に会うときはウィッチャーの鏡だ。